ねえマリサ、ミック・カーンって知ってる？ミック・カーン、ああ、ジャパンのベーシストだろ。あいつはすごいぜ。フレットレスベースを使って、独特のメロディとリズムを奏でるんだ。フレットレスベース？それはどういうものなの？フレットレスベースとはね、普通のベースにある金属の棒がないやつだ。それでね、指で鶴を押さえる位置によって、音の高さが変わるんだ。だから、微妙なニュアンスや、表情を出せるんだよ。へぇ、すごいね。でも、それじゃ音を合わせるのが難しくない？そうだな。でも、ミック・カーンは、独学でベースを始めたんだってさ。楽譜も読めないし、耳で覚えたんだって。それであんなに上手くなったんだから、才能と努力の賜物だな。すごいわね。ジャパンってどんなバンドなの？ジャパンはね、イギリスのアートロックや、ニューウェーブのバンドだったんだ。1970年代後半から1980年代前半に、活動してたんだけど、日本では特に人気があったんだよ。日本？それはどうして？それはね、彼らの音楽が日本の伝統音楽やポップスに、影響を受けてたからだと思うぜ。例えば、坂本雄一が彼らのアルバムに参加したり、矢野顕子とコラボしたりしたんだ。それに、彼らのルックスも、ショッキングで斬新だったからな。どういうルックス？眉毛を剃って髪を赤く染めたり、化粧をしたり、女性的な服装をしたりしてたんだ。ニューロマンティックスという、流行に乗ってたんだけど、彼らは他のバンドとは違って、独自のスタイルを持ってたんだよ。ふーん、面白そうね。でも、ジャパンは解散しちゃったの？そうなんだよな。彼らは1982年に最高傑作と言われる、ブリキの太鼓、というアルバムを出したんだけど、その後、メンバー間の不和や音楽性の違いなどで、解散を発表したんだ。それで、解散コンサートを行ったんだけど、それが日本での最後のライブになったんだよ。日本で？それはなぜ？それはね、日本のファンが、一番熱狂的だったからだと思うぜ。彼らは日本でのコンサートには、必ず来てくれたし、日本の文化や風景にも興味を持ってたんだ。だから、日本で別れを告げるのが、一番自然だったんじゃないかな。そうなんだ。でも、ミック・カーンはジャパン解散後も、音楽活動を続けたの？もちろんだぜ。彼はソロとしても活躍したし、他のミュージシャンとも、コラボレーションしたんだ。例えば、ピーター・マーフィーという人と、ダリズカーというユニットを組んだり、デビッド・トーンやテリー・ボジオという人と、ボリタウンという、プロジェクトをやったりしたんだ。へぇ、それはすごいね。どんな音楽をやってたの？それはね、ジャパンとは違って、もっと実験的で前衛的な音楽だったんだよ。ミック・カーンはベースだけじゃなくて、キーボードやサックスや、オーボエなども演奏したんだ。彼は自分の音楽性を、常に探求していたんだよ。すごいわね。でも、彼は亡くなっちゃったのよね。残念ながらそうなんだよな。2010年に肺がんと診断されて、2011年に亡くなっちゃったんだ。52歳だったよ。そんなに若くて？かわいそうに、本当に残念だよな。彼はベースの神様と呼ばれていたし、多くのファンやミュージシャンに、影響を与えた人物だったんだ。彼の音楽は今でも色褪せないし、これからも生き続けると思うぜ。そうね。私も彼の音楽を聴いてみたいわ。ありがとうマリサ。ミック・カーンについて教えてくれて。いやいや、こちらこそありがとう霊夢。彼の音楽を聴いて感じることがあれば、また話そうぜ。